富岡さん、今日はなんで新宿に？おにぎり食べませんか？おにぎり？もう行列できてますよ。おにぎり好きなんですか？おにぎり好きです。But it's a different type of rice. ふわふわに握ってくださってるので、ふわふわで大きくて、ネギトロ美味しいです。本当に。よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。一番人気は、うん、オーラン肉そぼろなんですよ、うん、はい、まず食べてみてください、うん、いただきます。どうする？今一生懸命やってるのは、靴屋でやったビジネスモデルがおにぎり屋で通用するのか。スニーカービジネスの中で本名さんっていうのはどういう存在なんですか？まあ、圧倒的にブームを作ってきた人。当時のエアマックス95とかも本名さんが言うには一番自分たちが売ったって。靴からおにぎりって本名さんらしいんじゃないですかね。僕たちはどうやったら儲かるんだっていうのを一生懸命考えてるんですよ。簡単に儲かんないから面白いんだと思うんですよね。すごいんですね、おにぎりブームっていうのは。おにぎり専門店が流行ってるみたいな。大塚にあるボンゴさん、老舗のおかみがやっているおにぎり屋さんがあって、そこが結構ブームしつけ役なんじゃないかっていうふうに言われています。なんかカウンターっぽくなってて、具材がたくさん並んでて、注文するとそこから握ってくれるみたいな、なんかお寿司屋さんみたいなスタイルですよね。それも込み込みでおにぎり体験ができるみたいな。他になんかどういうおにぎり専門店が増えてきてるんですか？おむすびコンベとかやってる駅近のものと、映えるなんか最近のおにぎりだったり、どうでしょう、いぶりがっこ味噌チーズ。いぶりがっこの歯ごたえがね、ちょうどいいですよね。東京最古のおにぎり屋さん、抜群の塩気とご飯が美味しいのと、鮭の焼き具合もちょうどいいのと、海苔もちょうどいいのと、日本みたいなおにぎりですね、うん、でも大きく分けると、まあ、やっぱボンゴが一大勢力になってるんだなっていうのはすごい分かりますよ。ウーバーイーツとか見ると、ボンゴで修行しましたとか、そういうの書いてあるお店いくつか出てくるんで。単品ブームみたいのってこれまでもすごいあったんですけど、プロピッカーの堀部太一さんに取材をしていろいろとお聞きしました。おにぎりの特徴は、初期投資が少なくて済む、まあ、具材を煮たりなんだり調理するものと、ご飯を炊くものがあれば成立するので、そんなに機材が必要ない。基本的には握るだけでできるので、スペースもそんなにいらない。で、まあ、セントラルキッチンとかもっと別のところに作るのであれば、本当に売るだけでいい。テイクアウトとかにすごい向くわけですよね。で、店舗に1人くらいいればいいので、始めやすい。堀部さん曰く、まあ、おにぎりに可能性はなくはないと。黒字化するのはそんなに難しくない、うん、ただやっぱり大きく稼げるものではないので、うん、これでバカ儲けしようと思うとちょっと違う。このビジネスモデルの肝は、一番は立地、駅地下か、もしくは交通量の多い場所みたいなところをいかに抑えられるかっていうのがとても大事になります。その一気に人が来る場所を狙うというのが基本的なセオリー。そんな厳しいおにぎり業界に殴り込みをかけたのが、本名秀文さん。もうスニーカー界のレジェンドみたいな。エアマックスとかめちゃくちゃ流行りましたよね。あれがいわゆるスニーカーブーム、あれが一番大きなブーム。その時は、彼はそのチャプターというショップをやっていて、そこでナイキのエアマックス95とかを売ってた。当時服の古着はあったけれども、靴を二次流通で売るみたいなっていうビジネスはまだなかった時代なんだけれども、靴のその陶器性みたいなのに気づいた。陶器転売ってことですか？アメリカでその安く仕入れて東京で高く売るみたいなビジネス。まだ当時はインターネットもなくて情報が少なかったわけですよね。だから彼がそうやって見聞きをしてきた、その現地の情報を得て、これが日本ならいけるかもしれないって思った目利きがやっぱすごくこう効いたわけですよね。最終的には2021年にアメリカのフットロッカーに約400億円で売却して、まあ、それだけやっぱり経営センスがすごいっていうことなんですか？経営センスなのか、社会の流れを読む力がすごいということなのか、ただ当てた人なのか、開店してだいたい1年ぐらいですかね、おにぎりという商材で勝ち筋が本当にあるのか、ここになんか時流が絶対あると思うんで、取材してみたいなと思いました。なるほど。そもそもの話をお聞きしてもいいですか？はい。まあ、知り合いの人が大塚のボンゴに連れてってくれて、あ、これうまいなって思った。もう単純に、あ、これ美味しいっていう。靴からおにぎりって全然違うじゃないですか。僕昔スニーカーやってたじゃないですか。スニーカーも僕がやってたのっていうのは、なんかちょっと
背伸びをしたらみんななんかこうかっこつけられるみたいな、かっこいいよっていうスニーカー集めてたんですよね。このおにぎりも同じようにやってて、コンビニで買えば110円から今だと300円ぐらいの間じゃないですか。そうですけど、ここの平均単価ってだいたい420円とか430円なんですよ。そうすると倍以上じゃないですか。こういったものをなんかちょっと贅沢して食べようかなっていうお客さんに僕売ってるつもりなんですよ。こうなんでおにぎり屋やったのみたいな聞きたいです。おにぎりってコンビニはあります、家でも作れます、これをやるっていうのは自分だったらこんなやり方ができるみたいなのがあったんですか。今一生懸命やってるのは靴屋でやったビジネスモデルが、おにぎり屋で通用するのかっていう。一見全然違うビジネスです。そうです。でもこれビジネスなんで共通点があるんじゃねえのかなと思って。そのおっしゃってるビジネスモデルっていうのはどういうビジネスモデルを指してますか。例えばいろいろな人と協業する、コラボレーション。そうそうです。妥協なき、品質管理ですよね、靴にしてもおにぎりにしても。お客さんをどうやったら裏切らないでお客さんに支持されるか。うちは原価率が 35% から、毎月 38% ぐらい、多分飲食でこれやったら全然儲かんないんじゃないのかなと思うんですけど、結構いい素材使ってお店が、自分の健康を気遣ってくれているとか、他のところで食べるんだったらここに来ようみたいな、まずはお客さんに納得してもらうみたいな、っていうのが多分信者ビジネスなんですよ。あと、面白いことをやる。僕たちがやりたいことをやんないとお客さんに共感してもらえないと思うんですよ、例えばこんな靴履いてみたいなとか、靴だったらそうじゃないですか。それをおにぎりに落とし込んでうまくできるのかっていう。今のところはその結構並んでる方もいるし、上場みたいな感じじゃないですか。いや、みんな文句言われるっす。買えねえとか言って、お店増やすかって話になっちゃいますけど。でもお店も単なる増やすだけだとダメなんですよね。それこそ誰がやっても同じ店になっちゃうと信者ビジネスじゃないですよね、やっぱしこの人がいてこういう風にやってるからここ美味しいよとか。そうすると結構アトモスが200億でしたけれども、規模っていわゆる大量生産じゃないお店作りになるってことは、そこまで大きくしないっていうこと。飲食の時価総額が低いのは何でかっていうと、みんなそのお店でしか食わせないからなんです。だからここの商品美味しいよっていう評価があって、冷凍にしたらみんな買ってくれるじゃないですか。だからなんかビジネスモデルをそこは変えないといけないんだと思います。スニーカーにしても何にしてもほとんど通販ですから、売り上げ通販がない商売ってもうないんだと思うんですよ。両方ある。そうです。店でも取る、通販でも取るみたいな両軸で考えていかないと、がぜんびっくりするのが、1000店舗あるコーヒー屋さんの時価総額1000億もないとかってなると、おい本当かよみたいになるじゃないですか。なんでっていうと、コーヒーを通販しないからなんですよ。だから僕はそういうところに参入したくないです。みんながちょっと贅沢してでも食べたい、そういったなんか付加価値みたいのをつけていかないと。だからそれが企画力だと思ってるんですよ。10万円の靴を100足売るよりも1万5000の靴を3万足売った方が僕は売れるんじゃないかなっていうか、僕に向いてるっす。スニーカーで成功したビジネスモデルをおにぎりで再現したい。一つ目はご本人もお話しされてましたけど、コラボがすごいで稼いだと、特にエアマックス1、アトモスエレファントが一番売れたっていう風に、結構代表作がいくつかありますね。で、あともう一個がお客さんが欲しい商品を作る、おにぎりの場合品質管理っていう風に言ってたと思うんですけど、ヒーロー商品って言われてる商材を必ず作ると認知が広がるっていうのは結構メーカーのセオリーですね。あとは面白いことをやるって、自分たちが楽しいと思うものをしないとお客さんもついてこないんじゃないかっていうふうにおっしゃっていて、アトモス時代もイベントをやったりとか、なんかアディダス会とかって集まりを作ったりとか、そういうことを積極的にされてました。今その EC 時代、 EC で買うものが当たり前になった時代において、店舗の意味って何かっていうのがあらゆる小売りが問われているわけですよね。お店に行かないと得られない体験とかないお店はやっぱり淘汰されていく時代になっているので、なおこういうことが評価されると思います。なるほど。
で、一旦こちらの中入ってもらって、はい、入ってもらって、ナドリフシグロ5条1点。こちらお会計以上で7557円でございます。今だからおにぎりとあれでみんな2万円とかする、あれをトータルで2万分ぐらい買うってこと。